乃木坂46の柿春香が、東京 FM のレギュラーラジオ番組に出演。大晦日に放送される、第73回 NHK 紅白歌合戦への出場が決まった喜びを伝えました。リスナーのメッセージ、春香先生、はじめましてこんばんは。突然ですが、紅白歌合戦出場が決定しましたね。おめでとうございます。今年も大晦日に大好きな乃木坂ちゃんを見られることが、とっても嬉しいです。今のメンバーで出られる最後の紅白歌合戦、しっかりテレビの前で見届けます。17歳。最高のパフォーマンスを皆さんに届けられたら、柿、そうなんです。12月31日に生放送される、第73回 NHK 紅白歌合戦に乃木坂46の出場が決まりました。ありがとうございます。本当にありがたいです。今年でなんと8年連続8回目の出場ということで、縁起がいいですね、笑。乃木坂46は、私が加入前から8年も連続で紅白歌合戦に出場させていただいてるわけなんですけど、2015年に初めて出させていただいた時には、君の名は希望っていう曲を歌ったんですね。私はその時ただの学生で、テレビの前で見る側だったんですけど、紅白に出てる乃木坂の姿をすごい覚えています。一番覚えているのは、加入した後になるんですけど、2018年の帰り道は遠回りしたくなる、です。私は2018年の夏のオーディションで乃木坂46に合格したので、その年の紅白歌合戦には出れなくて、4期生はお家で、先輩方のキラキラした姿をテレビの前で見てたんですけど、これからこの先輩方と一緒にメンバーとしてお仕事できるんだ、とか、同じステージに立てるかもしれない、って思うと、これまで以上に眩しくて、4期生みんなで、グループラインに、今、カンテルよって写真を送り合ったのをすごい覚えていますね。グループとしても、ファンとしての気持ちもわかるからこそファンの方々にとっても、NHK 紅白歌合戦は大切なステージだと思います。また斉藤飛鳥さんは今年が最後のステージになるので、最高のパフォーマンスを皆さんに届けられたらなと思います。